こんにちは、ブルーホースです。ということでやっていきましょうか。セパレートウェイズ。あれまたやるの？っていうことかもしれないんですけども、またやらせてもらいます。というのも、ちょっとね、2週目、ちらっと覗いてみたらですね、なんとですね、とあるものが見つかったんで、これをぶちのめすためには手に入れなきゃいけないでしょう。ということでね、まあ、早速ね、2週目やっていこうかと思います。ちなみに、難易度はですね、プロフェッショナル。ふぅー！死ぬ。間違いなく死んでいく。うん。そう。なのでね、まあその武器を手に入れて、まあ無双をしながらね、まあ残念ながらプロフェッショナルで得点武器を使うと S プラスは取ることができないっていうことなんですけれども、まあ、とりあえず S プラスをクリアすることでなんかまあ何かしらのレコードはとにかく開けれるんじゃないかと思ったんで、まあ、それをね適当にやっていこうかなっていうふうに思っておりますんで、まあぜひね、まあまた短いパートになるかもしれないんですけれども、ぜひ最後までお付き合いいただけたら幸いの極みでございます。ということで巨乳ちゃんが現れました。今回はまあダウンロードせっかくね得点手に入れることができましたので、うん、よし。ターンゴー入れることができたんで、まあ、せっかくね、やっていこうかなというふうに思いますね。はい、ごめん。何の話だって、衣装ね、新しく手に入れたから、新調したから、せっかくだからね、新しい方の衣装にね、切り替えてやっていこうかなと思っております。で、ヤンス。はい。さあ、どうなるかな。トゥルトゥルトゥルトゥ。ここで戦おうと思って、すでにジャケットを脱いでいるというね。戦ってやろうぜ。うーあちょーぬえいおねんねよ。さあ、シュダンス。ダンスの言い方がなんかエロくていいよね。さあ、この格好で踊りましょうか。やば。あれだ、原作よりもこっちの方がなんか色合いがそのなんかアクセントが好きかもしんない。赤と黒っていうので。あ、しかもこの背中がマックスで開いている状態を拝みながらプレイができるんですか。タバコを吸う人ってやっぱりその香りとかそういうのが好きだからあれなのかな。好き何が言いたいんだ私は。捕まる前にうまく隠しておいた。はい、じゃあそれを取りに行きましょうかね。いやーまあね、やってね、早速ね、うん、この続きっていうか、この2周目としてもね、十分に楽しめるんじゃなかろうか。おー、たまらんち気象ですね、この。いやーもうどうせならそこも直近してくれたらいいですけどね。あ、ちょっとでもあれか、ここもあれだよね、ノーパンだよね、すでにね。あれ？あれ？気のせいか、走り方も4になってない？んなわけないよね。そんなわけはないよね。Welcome! そう、こいつが欲しいんすよ。だけど今1万8000しかないんだ。無理だよね。あ、しかもケースアップサイズまでできる。あ、じゃあ、ってことは、トータルで、めちゃ高なってね。あ、そっか。あれだからか。倍になってるってことか。あ、ってことはあれだね。なんだっけ。アシステッドからロケラを持ってきて、で、売りさばけなきゃいけないってやつね。とりあえず、こいつはもう一回買っとこう。で、全部売ってみたら70万っていうね、まだ半額しかたまらないっていうような状況だったから。うん、まあ、とりあえず、ここら辺はね、やっていこうか。で、ちょっと待ってね。どうしよっかな。まあ、いいや。まあ、とりあえず、いきなりセーブポイントがある。そうか、それはセーブできるわな。よし、じゃあまあ、とりあえず最初の、あれは、サクッとクリアしてしまいましょうか。チャプター1をまずはね、サクッとやってってしまいやしょう。おっぱいつっかえない、大丈夫？よし。え、あそこで起こった出来事かね。まさかね、ここで。お探ししてますよーっていうことで、まあいろんなね、なんか小ネタ等々が出てきてるからね、また僕もそれを調べて自分のプレイで見てみたいななんかって思ったりもするけど、さあ果たしてどうなるかってところですよね。いやーでもバイオ、まあ皆さんもね、前回の僕のラストパートとかご覧いただいた方はね、もう見てるかもしれないし、普通に見てる人も多いと思うんだけどさ、RE5 への伏線が半端なかったよね。まさかの軍艦で書いてたの、あれウェスカーの軍艦だったのかよってことね。あれ原作からのさ、引っ張ってくるあれだったとしたらさ、まさかのエイダが軍、サドラじゃなくて、ウェスカーの軍艦をぶっ潰してたっていうオチになるって、そういう話だよね。まあ、それはそれでちょっと面白いけどね。そこからもう裏切りの伏線が張られていたんかいっていうね。
church. Let's not make it a funeral, eh?てかこの時にすでにアンバーって持ってたのか。じゃあ一回捕まってアンバーってあれか盗まれちまったのか。盗まれたというか取り返されたというか。ねえ。まあでも作ったのも結局さ、でもさ、そのアンバーの出てきてたなんかエクスデロちゃんだっけ。エロちゃんは結局どうさ倒すことができたのかあれ。倒すことしちゃった。ちょごめん。普通に今あの雄像を倒したことによってあれだ。こっち注目しちゃってた。そうじゃなくて、シュエ爆発、ジュシュエ。さあ直接傷がついちゃったよ。よしさあやっちまうか。よいしょ、よいしょ。ふっ、ああ間違えた。いいだと思ってた。さすがプロフェッショナル。よしオッケー。うい、お目覚め。あ、溶けた、消えた、なくなった。あ、ぶや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 ぶ。さあ、本物はどれだ？本物どこだ？あ、いて、普通に食らってるし。ダメージでか。あ、お前か。お前だ。ファインジュー。よし、オッケー。まあ、慣れたらこんなもんですよね。溶けて消えてなくなる。失礼。さあこの傷がね、でもこれあれだよね、傷残ったままになってんのかな。ほらあのほら服着てる状態だとさ、なぜか知らない間に服が縫われてしまって、あれここにこれがあるってことは向こう側行けんのか。あ、はい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 、カチャンと開けて、ほう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 、ってことここにお宝物は特にないんかい。なんかてっきりここに秘宝でも隠されてんのかと思ったの。なんだバイオ8のあれじゃん。バイオビレッジの。ね。いやー、でもね、友達とも喋ってたけどね、やっぱね、RE5 への伏線があれだけ貼られているんだったら、もうすぐにでも販売しないとねっていう話だけど、まあ多分でも、最短でできても再来年だろうね。2025年だろうな。今のペースでいくと。20年に、RE3 で23年。で、21年にブレッジだったから、あれ ?22 年あれ、そうか、22年はあれで。シャドウズ・オブ・ローズだったから、まあ、シャドウズ・オブ・ローズもあれだよね。本編っていうか、あっちだもんね。ビレッジのダウンロードコンテンツだから、そこにそんなに時間かけたんかいってお話だけど、よいしょっと。ほい、ほいっと。オッケー、じゃあ、オープンセーサーミーパーよ。マジで背中綺麗だよな、本当に。コントロール、come in.Louise hit the amber, but I sent him to retrieve it. Control, do you copy? I'm listening. Listening. Go on. あ、ちなみにあのウェスカーの衣装もあのバイオ4の原作の方に戻しましたんで、戻したというか戻したって言うなら変更しただな。でさ思った、あのこれ完全さ真冬みたいな格好じゃん。で、あの今回のこの作品の中だとさ、肩幅がなんかいかついな、なんか世紀末みたいになってる。あれみたいになってるよね。なんだっけ、夏服みたいな感じになってるから、ほら腕袖まくってさ、胸元も超開けてさ、ね、季節感どうなってんだウェスカーって話だよね。ここら辺は特に何もないのかな。大丈夫ですかね。じゃあ上へ参ります。ヒューマン、え、これは確実に調べない、あー、まずは調べないとダメなんだね。 OK、 あそこ屋上で頼ってすべき。これはどうすっかだよな。パパパパっていくか、それともやっぱお金を稼ぐためにちょっとずつアイテムをきちんと取っていくかってところだよな。オッケー、ツアーって言い方をしてるうちにちょっと中二病入ってダサいけどな。おい、ご褒美です。うえ、ちょっと待ってね。こっちから、まあ、次でパッキンって割れるんだろうけどね。あ、開けない？開けた、来た。マタロー。こいつ、ここでなんで止まったんだろう、マジで。パキーン！あ、あれ？あ、ショートナイフちょっと強め。濃いめにできてるね。ただね、プロフェッショナルだからさ、どんな風にダメージ食らっていくかっていうのが今から怖すぎるんだよな。何か預けとかないといけないの。あ、ブラストクロスポ預けとこうか。ね、装備入れ替えに送って。
ついでにこいつも送りたいんだけどダメダメだよね。まだまだテカっている。テカ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 。で、下の方にも行かなきゃいけないんだけど、とりあえずあいつがなんかみんな黒装束なのにさ、こんな赤くて目立つ服着たらさ、バレんだろって話で、まあ、バレないのがチューン。これでも多分あれだろうね、普通にさ上から撃ったらさあ、いけるな。まあやらないけどさ。で、あれも壊せそうだね、最初からね。あ、違う、でも無理か。よし、で、こっち行く。ホラソンって言ってる。ホラソン。ホラソンさん。女の子には、巨乳を当てちゃうわよ。ふり？あー、ついに割れちゃった。どんまい。って言ってる。あ、ちょっと待って、バグってる、バグってる。ほいっと。よいしょ。あれがやべえな。あいつぐるぐる回ってんのか。なるほどな。じゃ、ぐるぐる回っている間に、慎重に慎重に。ここなんもないよね。よし。おいでおいで。おいでおいで。スニーキングミッション成功させてみせようじゃないか。よし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 。こっち向く？向かないよね。こんなに走っているのにバレなーい。いやいや、声でバレるやろ。お前、お前、めちゃめちゃのんびりしてんな。仕方ないな。ご褒美よ。オッケー、おやすみ。ほいっと。そうそう、こういうのをね、ちょっと、あ、これ拾ってなかったかもしんない。くぼみのある王冠。で、こっち登っていって、と。トゥン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 。バコ。キック。そっか、ここに宝があるかどうかってあれだよ。一周目の時はまだ地図を持ってなかったからわかんないんだな。他に宝、あ、え？これじゃ、ほう。なんかあるね。よし、登ろう。ああ、あいたいた、自分なかった。ガンパウダー破片手榴弾。よし、降ります。燃えれ、燃えれ、燃え燃え、ピピ、燃え、ピピピ。こっち向いてるやつがいる、ピピピ。え？だって、金塊が透明だったけど。よし、こっち行こう。This'll do nicely. うん。まあ、いいもの見つけたけど、ここでは使わないと。で、あいつ、どうするかな。よし、オッケー、行くぜ。バレてなーい。おやすみ。よし。で、このまま行ったらいいんだな。こっちに、なんか、あ、違うな。あ、もう、宝物もうちょい先か。よし、で、こっから先は、もう、蜂めんどくさいから全部抜けていくよ。まともに戦ってたら多分、ボコ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 撃たれちまうからさ。シュイッ。あ、すげえ、まだバレてない。ちょっと待ってね。いいものが手に入ったから、ちゃう。あ、恥ずかしい。いいもの手に入ったからってはめれねえやつだったわ。シューッ。またあった。そりゃバレるよね。またあの、ヒューッてー。甘いわ。よし。あちゃ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 今です。てい抜けます。危なおしまい。はい、そんなことが起こるんだな。びっくりした。じゃあこのまま抜けていきましょう。はい、しつこいやつがここにもいたんだよ ね。シモンズといい、こいつといい、やっぱりエイダはしつこいやつに追われる運命なのかもしれないですね。はい、ということでね、無事チャプター1、することができました。する何をクリアすることができました。ということでね、今回のチャプターは以上となりますので終了とさせていただきます。はい、9分というね、まあ、非常に短い時間だったんですけれども、はい、まあ、サクサクっと進めていきながら欲しい武器をね、しっかりと貯めていきたいというふうに思いますんで、ぜひね
プロフェッショナルも応援していただけると幸いの極みでございます。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイチャ。